はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、民法102条の代理人の行為能力について解説いたします。ここでは制限行為能力者が代理人だった場合、この代理人が行った行為どうなるのかということをお話しさせていただきます。今回条文の内容を読むんですけども、これなかなか条文の内容だけでは分かりづらい部分もあるので、ちょっと具体例も入れながら解説していこうと思います。まず条文の内容ですね。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができないって書いてあるんですね。まず制限行為能力者が代理人だったという話なので、まず本人がいて代理人もいると、でこの代理人が制限行為能力者だったという話ですね。まあ、例えば未成年者だったりとか、成年非後見人だったり、まあ、そういった場合の話なんですよね。でこの制限行為能力者、この代理人ですね、この人が行った行為、つまり今代理行為ですね、これは行為能力の制限によっては取り消しできませんよ。つまり制限行為能力者を理由として後で取り消しはできませんよっていう話です。例えば本人である私が土地を購入したいと思って、制限行為能力者に対して代理権を与えた、私の代わりにちょっと土地買ってきてくださいと、土地の売買契約をしてきてくださいって代理権を与えた、でその制限行為能力者は私の代理人として相手方、まあ売り主ですね、売り主と売買契約を締結した、この場合私本人、私はいやすいません、この人代理人は制限行為能力者なんですよ、だからちょっと取り消しさせてくださいっていうのはダメですよと、それできませんよっていうのがここの内容なんですね。ただし書きの部分、ただし制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為についてはこの限りではないって書いてあるんです。またこれもややこしい文章なんですけども、これも理解すればわかりやすいです。まずこの限りではないっていうのは取り消しができるっていう内容なんですね。原則では取り消しができないって言ってるので、正し書きは逆のこと言うから取り消しができるって話なんです。で、制限行為能力者が法定代理人だったって言ってますよね。で、これ他の制限行為能力者の法定代理人なんで、つまり本人も制限行為能力者だという話なんです。まあ、結果的には本人も法定代理人もどちらも制限行為能力者だっていう話なんですね。制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人と言ってるわけだから、まず制限行為能力者が法定代理人、こっち法定代理人ですね。で他の制限行為能力者の法定代理人なんで、この他の制限行為能力者の法定代理人だから、この本人も制限行為能力者だっていう話なんですよ。例えば本人未成年者だと、でその親権者である親は非補佐人だったといった場合です。そうすると本人未成年者で制限行為能力者、法定代理人は非補佐人なので制限行為能力者、こういった場合です。こういった場合に、例えば本人未成年者の土地をこの法定代理人である親、非補佐人である親が売却しちゃったといった場合、この場合については取り消しができますよっていう話なんですね。だから原則と例外、この2つをちょっとまとめてですね、頭に入れていただいた方がいいと思います。なので原則については具体例としては任意代理の場合を考えると分かりやすいです。で例外ですね、例外についてはこれどちらも制限行為能力者の場合なので、本人も法定代理人も制限行為能力者の場合なんで、この点しっかり頭に入れておけば、まあ、整理はしやすいんじゃないのかなと思います。で今回原則のところなんですけども、これちょっと理解していただきたい部分があるんですね。なのでその点については個別指導で解説させていただきたいと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、理解学習を実践したいという方はぜひ個別指導をご検討ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。